番所大滝は、長野県松本市安住番所にある滝。長野県道84号乗倉岳線から急で、細い遊歩道を5分ほど下ったところにある。落差40メートル、幅15メートルで、滝を見渡す滝見台まで水しぶきが上がることもある。乗倉岳のふもと、乗倉高原としては下部に位置し、三本滝、前五郎の滝と共に、乗倉三滝と称される。 県道脇に広い駐車場とトイレがあり、番所大滝バス停がある。滝に下る遊歩道よりも10メートルほど上流に、やはり下に向かう遊歩道がある。これは、JA 支所の上側まで通じており、千万円を見下ろすことのできる千万円遊歩道である。遊歩道自体は安全に整備されているが、遊歩道から逸脱したりすると危険な箇所も多い。 千万円遊歩道は、ゆっくり歩いても20分程度で歩き通すことができる。板所大滝と千万円の間に、板所小滝がある。板所大滝、千万円の周辺では、5月には、姫一毛、6月には、岩鏡山筒子、7月には、ヤグルマ草の花を、10月には、葉内和会で小峰会での紅葉を楽しむことができる。少し下側に、 大野川小中学校と大池があり、さらにわずか下ったところに、四水神社がある。また、バス停一つ、分上流側の、千万円バス停のところに、JA が、さらに少し上に、JA のガソリンスタンドがある。番書の読みについて、いくつかの書籍では、バンドコとしているが、松本市教育委員会の運営する、ウェブページや現地案内版、道路標識では、 番所落としている。ありがとうございます。